それでは言語処理学会の年次大会の報告を、自然言語処理研究室の勝田明宏がいたします。今回報告する内容としては、まず興味を持っ、あ、そう、ま、内容を見て自分が面白いなと思った研究を紹介して、その所感や感想について述べたいと思います。で、まず僕が見て面白いなと思ったのが、人狼ログから小説を自動で生成するといったものと、あと言語モデルに基づくテキスト生成を対象とした言語資源の特定手法の検討。で、これはも両方とも目的が、作られたデータを見てそこから文を生成するっていうような内容で、僕が、年次大会に行く前というのは基本的に文章から、いや、翻訳とかを、機械翻訳とかを主になんか見てきてたので、そういう対象っていうのは文章をなんか処理するっていうようなイメージを持っていたので、こういうデータからも文章が作成できるんだなっていうので、ちょっと印象に残っていたものです。で、内容としては、人狼ログっていうのは、まず、何人かが参加して、実際に人狼をして、で、その一人一人がな、えーと、誰がどういう内容を喋ったかとか、人狼なので、誰を人狼と指名して、殺したといったようなログを全て取って、そこから、いくつかのパターンを作って、その定型、テンプレートを作成して、人名などを当てはめて文章を作るといったような内容でした。で、文章作成はできていたんですが、まだそ、えーと、今後の内容としては、一人称視点での場合になると、またそこでその人がどういう情報を知っていて、で、どういうふうに思っていたのかっていうような内容を付け加えていきたいといったような内容や、そのデータからその人の行動の特徴などを小説を書いていくので、やっぱ触れられるようになりたいっていうようなものでした。で、こっちは、下の方のポスター発表の内容は、対象としていたのが、日経平均株価のデータを見て、その上がり下がりをテキストで、説明できるようにするというようなもので、データとテキストは新聞から取れるので、その取ってきたデータから、その対応付けしたものデータをテンプレートとして、新たにどういうデータを持ってきた時に、その似たデータを探してテキストを生成するといったような内容でしたが、うまく、ね、クラスタリングというか分類がうまくいってないということで、もっと、クラスタリングの手法についてなどを、改善していきたいというような内容でした。そして次に、私が今回思ったのは、主に企業の人などと話して感じたことなんですが、最近はチャットボットっていうのが企業としてはいろよく、力を入れているっていうような話が印象に残りました。で、また他にも、企業によってはまだデータはたくさんあるんですけど、それをうまく活用する技術っていうのを持ってない企業が多いっていうことで、そういう分野のにも、自然言語処理の技術っていうのは活かせるところは多いというような話を聞きました。そして、最初、招待講演の
でも、音楽の知識、音楽の技術と、まあ、自然言語処理の技術では共通する部分もあるといったような内容で、まあ、機械学習などは音楽や、まあ、画像に対しても使えるっていうので、やっぱり、機械学習といったような、自然言語処理の中の技術でも他の分野に活かせるよ部分もあるんだなっていうふうなことを感じました。そして、まあ、対話、まあ、チャットボットっていうので、対話についてもこういうふうに、コーパスの作成なども実際行っているところもあるので、やっぱりそういう意味でも、ちょっとずつこのチャットボットっていうのは発展し、あ、力を注いでいるんだなっていうふうに感じました。そして年次大会を通して思った、あ、感じ、あ、と感想ですが、やっぱり企業の方とかと話す時に名刺を作っているっていうのは、話のきっかけや、まあ、話の内容を発展させる上でも便利だなっていうふうに感じました。で、あとポスター発表の時なんですけど、やっぱり静かな空間ではないっていうようなことで、ポスター発表の人で話している時に声が小さい人がいて、でその人の話を聞くのに本当にもう最前列の人しか聞けないというふうなやつものだと、その後ろの人っていうのはあんまり内容に触れずに帰っていったりとかいうふうなことも人も見たので。そういう人たちにもやっぱり聞こえるように、大きな、まあ、大きすぎるのもあれですけど、やっぱりはっきりとした声で話すっていうのは大事なのかなというふうに思いました。そして、まあ、事前準備というか、まあ、僕が初日に行った時に、学校の周りの知識系とかを特に何も把握せずに行ったせいで、昼飯を食べずに丸一日過ごしてしまったり、まあ、お金を少し消費とかはあまり考えずに行ってしまったので、ちょっと帰りがピンチだったりっていうふうなことがあって、やっぱりそこら辺の事前調査というか、まあ、準備はしっかりしないといけないなっていうふうに感じました。はい、で、はい、発表は以上で終わります。